小木原祐介は、日本の部落解放運動家、反共民族主義者、政治頃、埼玉県川越市の田の人、最終学歴は小学校卒業。川越市の被差別部落の出だが、一族の伝承によると祖先は、源源門、常高で川越藩主の馬回り役だったという。浅香市の膝折りという地名も、小木原一族の祖先がつけたと伝えられている。 一族は、被差別部落の富裕層で、平民苗字許可令の前から、小木原生を名乗り、制限選挙の時代にも、国税を納めて選挙権を認められた、少数の部落民の家柄であった。農業の傍ら油の行商などで生計を立てつつ、埼玉県の入間軍水兵舎に参加。戦時中は大日本帝国陸軍の統制派と深い、つながりを持つ、 内外講師クラブや大日本公民社に所属。ハワイに渡り、大佐相当の階級になって、日本に帰国。敗戦後は、ハワイ帰りを傘に来て、米国の新中兵を気取り、日本の警察官に頭ごなしに出頭命令を出して、騒いだが、川越警察は小木原に対してなす術がなかった。一貫して、反響国粋主義を掲げ、ブラック民連盟。 日本観察保安隊、同法差別偏見撲滅ブラック民、完全解放自由民主党を自称して一人一党のブラック解放運動を展開。1946年12月と1947年3月には、日本全国非圧迫ブラック民連盟、日本観察保安隊代表を名乗り、GHQ の埼玉軍政チームにブラック差別撤廃のための請願書を送っている。 1953年頃から様々な選挙に次々と立候補し、川越市長選挙などに落選を繰り返していた。当時は町村選挙の立候補には協託金が不要だったため、東京都や埼玉県の町村選挙のみに10カ所以上、同時に立候補したこともある。このため、小田春与ともども立候補の届けでは郵送を禁止し選挙管理委員会への直接、 持ち込みに限定する胸の公職選挙法改正の一員を作った。小木原の親類によると日の丸の旗を立てて恐喝行為を繰り返していたとも言う。このため親類からは学歴がないんだからあの人はそれを知らないで差別だ、差別だって言ったわけでしょう。だから差別されるんじゃないんだと、差別されるようなことをやってるから言われるんだと批判を受けている。 鞘山事件に際しては、石川和夫の父の友人だった縁から、石川の補佐人を務める。ただし、補佐人を、あくまで自称とする資料もある。1963年7月9日、疑問のため浦和保護観察所や、被害者の祭壇や、被害者宅を訪れた池田早人夫人、池田光恵に抗議文を送り、被害者少女の異性関係とされるものを暴き立て、 池田三恵に反省を求めた。1963年11月には、警察による石川和夫への拷問を裁判長に具心。1964年3月、判決を前にして、東京高裁に人身保護、判決言い渡し執行停止、身柄釈放の訴えを起こす。一審で容疑を全面的に認めていた石川和夫に対して、 1964年8月頃、初めて接見し、無罪主張に転じるよう強さ。これにより、1964年9月10日、二審の第1回後半から、石川は無罪主張に転じる。また、控訴審開始の10ヶ月後には、石川の父をそそのかして弁護団全員を解任させている。ブラック解放同盟中央本部からは、 一審の始まる以前から石川に対する警察、検察の迫害を、ブラ民に対する差別偏見に基づくものとして一個人で急断し、さらに一審から二審の間において、拘置所で隔離され孤立し、精神的に不安な状態に陥った石川を未然にを、切って激励し続けたと一定の評価を与えられつつ、その活動は、組織的ではなく、 個人的な性格から弁護団の弁護活動に否定的影響を及ぼしたことは否定することはできない。小木原が弁護団解任の手続きを石川の父親を通じて行い、系統的な弁護活動を阻害したことを事故が傍険新聞に関係するという立場から行っていたとすれば、そこには大きな問題が残らざるを得ないと批判を受けた。1964年12月。 埼玉県警本部長の上田明を、不法逮捕、拷問、脅迫、自白強制、外来症人気症思想、ブラ民クミン虐殺暴薬等で告発。無実の石川を逮捕し全国のブラ民クミンに苦痛を与えたことへの謝罪広告、すなわち女高生 y さん殺し事件容疑者、石川和夫を逮捕して行った発表により、埼玉、産経、東京、 宮古、週刊新潮、等々の各新聞に造に満ちた差別的偏見記事が掲載され、全国数百万の同胞に対し、精神的に死に勝る苦痛、同胞史上して、ブラック民に生まれたることをはかなむ、絶望的暗黒無名、深刻悲惨な通句に中しめ、小木原雄介殿をはじめ、数百万同胞の権利と自由を剥奪して、 政治的、社会的、経済的に致命的迫害を加え、模定物質的に図るべからざる重大な損害を与えたことは、憲法第14条、国交法第78条第3項に違反して、誠に申し訳なく、中心より深く謝罪いたします。お使用紙に掲載せよとの訴えであったが、この訴えが認められたとの記録はない。また、百六十五年三月十日、 国会裁判所訴追委員会に一新裁判長、内田武文の、非免訴追請求状を提出し、全否を食い自ら資材の極刑に、清しよく服するまで瞬間な球団関門を、裁判官訴追委員全員列席の委員会において、必ず執行することを請求しているが、この請求もまた認められたとの記録はない。その後、 1966年12月頃から1970年3月まで3年以上、石川とは温心不通になる。その理由について、石川は小木原の意向で解任した弁護団を再び選任したためではないかと推測している。ありがとうございます。